海と日本プロジェクト in 神奈川、メッセンジャーの岡村穂奈美と神奈川にです。神奈川県の南東部に位置し、三浦半島の主要部を占める町、横須賀市。今回はそこで生まれ育ち、市長となった上地克明さんのインタビューをお届けします。海洋都市として日本は栄えてきた。貿易立国で海洋都市ってまず日本のテーゼだと思うんだから、その意義がだんだん増えてきたっていうふうに思ってるんですね。さまざまな要因ですから、海との関連性、海とのつながりをもっともっと国民に深く広く宣伝をしていただいて、いかに海洋都市としてのこれからの存在理由、過去も含めて存在理由ということを海とこう関連づけて、いろいろ啓蒙指導していただく、その意味では非常に大きなプロジェクトだというふうに思っています。上地市長から見た横須賀の海の特徴は、東京湾、横須賀で言えば金田湾、下が金田湾、そして相模湾で3つの海、それぞれ景色が違うんです。日が昇ってくる東京湾があって、東沈む西の海がある、様々なロケーション、歴史がある。それぞれのロケーションとそれぞれの資源というのはまるで違うんですね。三者三様の資源を横須賀は持っているっていう理解があるんです。ですから様々な顔を持つという特性が横須賀にあると思いますので、それはぜひ宣伝をしていきたいというふうに思っています。最後に未来を担う子どもたちへのメッセージももらいました。海を感じてほしい。全てが海から生まれてまた海に帰っていくっていうふうに私は思ってますから、海のありがたさ、大切さ、水に親しんでもらって全てをそこで学んでほしいという体感をしてもらいたいっていうふうに思います。